ショーン・ルーニーは、アメリカ合衆国のバレーボール選手である。元アメリカ合衆国代表、北京オリンピック金メダリスト、イリノイ州ウィートン出身。南、ウィートン・ワレンビル高校当時の2001年には、同校を、イリノイ州選手権優勝へと導き、同州の年間ベストプレーヤーに選出されている。またバレーボールだけでなく、ゴルフやバスケットボールなどでも、才を見せた。 ルーニーはペッパーアーダイン大学に進学し、2005年に卒業している。学位は経営学士。同学在学中の4年間で全米バレーボール監督協会が選ぶオールアメリカンに4度選出されている。最終学年となった2005年には、1セットあたり6.35点を挙げ、NCWA ディビジョン1、ディビジョン2で第2位に成績を収めており、 ナショナルプレイヤーにも選出された。同年の NCWA 男子バレーボール選手権においては UCLA ブルーインズをフルセットで下して選手権者となった。この試合はブルーインズのホームコートであるポーリーパビリオンで開催されており、ブルーインズはホームゲーム35年の歴史で初めての敗戦であった。ルーニーはこの大会ファイナル4での MVP に輝いた。 2006-07シーズンに韓国 V リーグの現代キャピタルスカイウォーカーズとプロ契約を結びチーム2連覇となる同シーズン優勝に大きく貢献し自らも MVP に輝いた。2007-08シーズンはロシアのダイナモ・ヤンタールと契約し、さらに翌2008-09シーズンにはフェーカルノビ・ユリーンゴイへ移籍した。ルーニーは短期間ではあるが2005から2006年に アメリカ合衆国ビーチバレープロ協会ツアーに参戦した。最高順位は5位で3度記録している。ルーニーは2007年にアメリカ合衆国代表に招集された。同年に開催されたワールドカップに出場し、対エジプト戦において18点を挙げ、マッチ MVP に輝いている。2008年1月にプエルトリコのカグアスで開催された。 北京オリンピック北中米予選に出場し、大会を通じて46点を挙げて優勝に大きく貢献し、自らもベストスパイカーに選出された。初出場となった2008年の北京オリンピックでは優勝を果たし、2012年のロンドンオリンピックでもに大会連続出場を果たしている。ありがとうございます。